本日は急遽お集まりいただきありがとうございます。ただいまより新規制基準施行に伴う柏崎刈羽原子力発電所の適合申請についてご説明をさせていただきます。まず会見者をご紹介いたします。左が代表執行役社長の広瀬です。右が常務執行役原子力立地本部副本部長の姉川です。進行は広報部の石橋が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず社長の広瀬からご説明を申し上げます。広瀬でございます。福島の事故から2年4ヶ月が経とうとしておりまして、引き続きこのような長きにわたりまして福島の方をはじめ本当に広く社会のたくさんの皆様に大変なご心配ご迷惑ご不便をおかけしておりますこと、この場をお借りいたしまして改めましてお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございません。本日は急なお声掛けにもかかわらずたくさんの方がお集まりいただきまして本当に申し訳ないとともにありがとうございます。私ども原子力規制委員会の新規制基準これに対する適合性の申請につきまして柏崎刈羽6号機7号機の準備が整いましたことからこの新規制基準が施行後できるだけ速やかにですねこの6号機7号機両号機につきまして適合申請をするということを本日取締役会で決定いたしましたのでご報告申し上げたいと思います。柏崎の6号7号ということで今回対象号機を決めさせていただきましたのは皆さんご存知のように6年前に中越沖地震がございましてその時の対策として耐震強化対策をですねこの両号機ずっとやってまいっております。またご存知のように両方とも ABWR の同型ということからこの両号機を審査させていただくということに決めさせていただきました。ご存知のように今年の3月の末にですね私ども福島原子力発電所事故の総括とそれから原子力安全改革プランというのを示させていただきました。その中で事故は、天災と言って片付けてはいけない、人知を尽くしてですね十分な備えによって、防ぐべき事故だったとそれを防げなかったんだという、総括をいたしております。以来、そうした反省の上に立って、柏崎刈羽原子力発電所で、どういうふうな対策をしていったらいいのかということをずっと検討してまいりました。特に福島のような過酷事故が起こった場合にハード面ソフト面設備面あるいは人的な面組織の面から本当に十分に対応できるんだろうかということを突っ込んで検討してまいりました。今お手元に福島第一原子力発電所の経過と教訓という小冊子とそれから柏崎刈羽原子力発電所の安全対策という小冊子2つお手元にお配りさせていただいていると思います。今日はこの中身については触れませんので後でぜひお目通しをいただければと思いますがその中にもですね今回の申請を行います6号機7号機柏崎刈羽の6号機7号機につきましては先ほどのような反省や教訓に立ってですねまたその今回の新規制基準を踏まえて私どもとして現在考えられるできるだけ最大限のですね安全対策をここに取り込んでまいってきているというふうに考えております。このようにですね私ども事故の当事者原因者として福島の事故から学ぶべきものを学んでその上に立って安全対策をこのように施してきたつもりでございますけれどもこの度私どもが取り組んでまいりました取り組みをですね
原子力安全委員会に適合申請をするということで、これまでの私どもの取り組みが現在のこれから施行されます新規制基準にかなっているのかということを審査いただき、ご確認をいただけるものというふうに期待しているところでございます。申請の中身につきましては、これはまたまだ申請しておりませんので、申請次第ですね、中身については詳しくご説明させていただきたいというふうに考えております。また新潟県あるいは柏崎市、刈羽村、こうした地元に対してはですね、今回こうした申請をしたいということをできるだけ早くご説明に参りたいというふうに思っております。これは私が行かせていただきたいというふうに思っております。そうした上で、そうしたことも踏まえてですね、今後新潟県柏崎市あるいは刈羽村、地元の皆さんにですね、私どもの安全対策というのはどういうことなのか、あるいは柏崎刈羽原子力発電所の中でどうした安全対策、どのような安全対策が施されてきているのか、あるいは組織面もどういうふうに変えてきているのか、原子力のいわゆる安全文化についてどういうふうにこう定着させようとしているのかといったようなことをできるだけ丁寧にご説明をしてご理解を賜りたいと、そういうことをこれからもぜひ引き続きやってまいりたいというふうに考えているところでございます。私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。ではここからは会計者は座らせていただき、ご質問をお受けしたいと思います。マイクが参りましたら、ご所属お名前をおっしゃってからご質問をお願いいたします。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。はい、それでは奥の、前から3番目の方どうぞ。日本経済新聞の佐木森です。よろしくお願いいたします。まずですね、これまで御社は地元の了解などですね、いうのを得た上で、申請という形を取りたいというふうなことを金々おっしゃってたと思うんですけども、今回に至ってはですね、その了承を得る前にその申請を表明するという形でですね、どちらかというとその地元自治体の反発を招きかねない形で今回表明されるわけですけれども、その辺のその段取りについてですね、なぜこういう形を取ることになったのかということをまず教えてください。まず一つ目、それでお願いします。もちろん地元に対してはですね、十分ご説明をさせていただいて、その上で速やかに申請をしたいというのが私どもの考えでございます。本日はそもそも柏崎6号機7号機の準備が揃ったというのが一つございますが、そうしたことを受けて取締役会としてですね、それであれば早く申請するべきということから、こうした今日の運びになっておりますけれども、それでも引き続き地元のには十分なご説明をしたいということについては変わりなく思っておりますので、そこについてはこれから十分やらせていただきたいというふうに思っています。それに関連してその地元に対する説明する段取りといいますか、そのスケジュールというのは取れているんでしょうか。はい、ぜひお願いして、今お願いをしておりますけれども、できるだけ早くお願い、お会いしたいということでお願いを差し上げておるところでございます。ということはまだ予定が取れてないということですか。まだ先方のと会う予定は取れてない、そういう意味では日時は決定しておりません。仮に話で恐縮なんですけども、こういった形で、自分たちが了解する前にこういう意思表明されたということで反発を招きかねないと思うんですが、先方のその了解を取れない状態がずっと長く続いてですねした場合、7月8日に施行がされるわけですけども、了解を得ない段階で申請するということもあり得るんでしょうか。つまりその第一陣に入るというですね、今後のその審査スケジュールを考えて時間との戦いだと思うんですが、その辺のその自治体の了解と申請のタイミングというのはずれが出てきたらどうしますか。私どもとしてはまずそうしたことが起こらないようにですね、十分にご説明させていただきたいというふうに考えておりますので、まずはそれだと思っています。最後にですね、その速やかに申請というのは意味するところは7月8日を狙っているということですか。私どもとにかく今まさに佐木森さんご指摘のようにですね、地元に対して、しっかりご説明したいというのはまずございますので、
まずはそれをして、でその上で速やかに、申請したいということです。あ、ごめんなさい、それで最後にそういったその審査のスケジュールとの兼ね合いもあると思うんですけれども、御社としてはその今年度中に、再稼働にこぎつけたいという意向なんでしょうか。まあ、審査についてはですね、まあ、申請した後の原子力委員会規制庁の規制委員会規制庁の審査について私どもはここで今申し上げられる立場にないと思っておりますので、まあ、できるだけもちろん審査が滞りなく進むというのは願っておりますけれども、まあ、いつ頃というのは特に今ここで申し上げられないと思います。はい、そうしましたら、こちらの真ん中の方どうぞ。時事通信の大塚です。2点ありまして、1点は今の あくまで確認なんですけど、地元に説明したいと、はい、その上で速やかに申請したいとおっしゃいましたが、それ要するに新潟県とか柏崎市とか刈羽村に申請した後で規制庁に説明した後で規制庁に申請を行うという、そういう段取りを考えているということはよろしいでしょうか。はい、もちろん地元に立地している原子力発電所ですので、また私どもはこうした今回申請という動きをさせていただくということについては事前にお話をさせていただきたいと思っています。でその予定はまだ入って、まだ決まっていないということですが、いつぐらいまでにはというようなめどというのは、これはご相手もありますのでですね、うん、まあ、私ども今アポをお願いしているという段階でございます。もう一点、再稼働が、まあ、いつになるか、今の段階ではその時期を申し上げることはできないということですけど、このまま再稼働できないとなかなか収支の方が厳しくなること思いますけど、その場合大体どの時点で再値上げというのを考えなければいけなくなるかというのを経営者の目から教えてください。はい、まあ、これは優れて、再稼働がいつ頃になるかということだというふうに思ってますので、それが、まあ申請させていただいて、で審査が進む中でもう少し、はっきり見えてくるのではないかと期待していますので、まあ、そうした中で判断していかなければいけないと思っていますが、まあ、重ねて申し上げているようにできるだけ電気料金の値上げには踏み切りたくないというふうに考えているところでございます。仮にの話で言えば年内もしくは年度内に稼働できない場合、これでも再値上げを回避できるという見通しでしょうか。まあ、できるだけ早く審査をしていただきたいと思っておりますので、ちょっとまだその仮のご質問には、ちょっとお答えできないですね、今の段階では。審査がどれくらいかかるかではなくて、結局最終的に原発がいつまでに動けば、つまり値上げをしなくて済むかということです。はい、まあ、ですから当然その電気料金、例えば電気料金の値上げ万が一するといってもですね、今日申請をして明日から値上げとはできないわけですので、当然事前にそうしたことも判断していかなきゃいけないタイミングが来ると思いますので、それがその突然やってくるのではなくて、その状況を見ながらもちろん判断していかなきゃいけないと思いますし、私どももその前にですね、電気料金値上げの前に徹底的なコストダウンをするというのは、まあ、かねてより申し上げてきているところですので、まあ、そうしたことでなんとか対応したいというふうに思っています。そのタイミングがいつぐらいかということはちょっとお聞きできないでしょうか。まあ、それはこれからの収支の状況ですとかですね、為替の問題とかまだまだいろいろパラメーターございますので、もちろん柏崎がいつ動くかというのは極めて大きなパラメーターだとは思いますけれども、まあ、それだけでもないというのも事実だと思いますので、その辺を見ながらということになると思います。それでは、そちらの奥の、はい、後ろの方どうぞ。東洋経済の中村と言います。この、紙にも書いてありますけども、過酷事故への備えが十分であるか突き詰めて、検討してまいりましたというふうにあるわけですけども、まあ、実際にこの過酷事故が起きた福島第一の方では、まあ、現状汚染水のこの問題が深刻で、まあ、抜本的な解決のめどは立っていないと。で、溶けた燃料の取り出しについてもまだこの方法が確立されていないと、まあ、つまりは過酷事故時の備えが十分にできているとは
考えられないんですけども、その辺はどういうふうにお考えでしょうか。今第一原子力発電所の状況は、そうした備えができていなかったがために事故が起こってしまって、その事故の結果として今ご指摘のような状況になっているということですので、とにかく事故を起こさないようにどういう対策をしていくのかというのが、今後に向けてですか。もちろん福島第一の状況を安定化させていく、ご心配していただかないようにするというのはもちろんそれはそれですけれども、これからのその原子力発電所についてはいかにそうした各国事故に対する備えを十分にしておくかということがポイントになるというふうに思っております。そうしますと、この各国事故への対策は柏崎についてはもう終わっているということなんでしょうか。今回の事故の反省点の一つとしてですね、これでいいんだという安全レベルというのはないと、そういうふうに考えてはいけないというふうに思っています。したがって、これでいいんだということはないと思いますが、ただそうは言っても一つ一つの段階においてはベストの状態にしておかなければいけないと思っておりますので、現時点では我々として、できるだけの安全、施策を盛り込んだつもりでございますけど、それももちろんその規制庁のご判断によるというふうには思っています。少なくともこの汚染水のこの抜本的な解決の目処が立ってからにすべきではないんでしょうか。もちろんその事故が起こってしまった後の福島第一原子力発電所の状況というのはご指摘の通りですので、これについてはしっかりやっていかなければいけないとは思っておりますけれども、一方でその原子力発電所の運転ということに関して言えば、やれるべきことっていうのはまだまだたくさんあって、そうしたものをしっかり取り込んだ上でないと原子力発電所の再稼働というのはもちろんないというふうに思っていますので、我々として今できることを最大限柏崎に盛り込んでいるというふうに考えています。はい、ではその前の方どうぞ。新潟日報の山田と言います。フィルター付きベントに関してちょっと伺いたいんですけれども、まず確認なんですが、これは67号機についてなのかどうかで、その詳細設計と固まったということでよろしいんでしょうか。はい、設計が固まってきて準備ができたということでございます。でフィルターベントについてですね、その地元、その新潟県、あと柏崎市長もおっしゃってるんですが、その安全協定上 の, その事前了解が必要だと、おっしゃっていて、それについてですね、その新潟県柏崎市、あと刈羽村、この3社の了解、事前了解というものが、その本体工事着工前にですね、必要というふうにこう認識されているんでしょうか。はい、安全協定上 の, その事前了解については、明文があって、こういう設備は、なんでというふうにこう一つ一つ書いてございません、ご存知のと思いますけれども、したがって当然協議させていただいて、これはその事前了解の対象だとか、これは対象じゃないとかって、これまでもそうだったということでございますけれども、そうしたことで一つ一つ判断していくということになると思います。したがって、事前了解、我々としてはもちろん事前了解の対象でないということを申し上げるつもりはございませんので、そうした中でそういう扱いをしていきたいというふうに思っています。その事前了解ですね、取り付ける前にその適合に対するその申請を出すということもありえるでしょうかね。そうしたことも含めてですね、地元としっかりお話し合いさせていただきたいというふうに思っています。先ほども質問でありましたけれども、そのこういった形で発表されることについて、その地元軽視という反発も考えられるんですが、その辺はどのように考えられていますか。はい、段取りとして、今日柏崎でも今同じ時刻に副社長の相澤が会見させていただいてますけれども、どういう段取りについてですね、私どもとしては繰り返しになりますが、地元をその軽視するというようなことは全くなく、いずれかのタイミングで、こういうことをさせていただきたいのでということでお話をさせていただかなきゃいけないと思ってますし、我々としては今引き続きですね、
地元のご説明をした上で、できるだけ早く申請をしたいという立場におります。すみません、もう一点だけ、その適合するべくですね、その整ったということなんですけれども、基準津波ですとかまだ示されていないと思うんですけれども、あと、その火山対策、竜巻対策、テロ対策とありますが、その辺はその適合の見通しがあるということなんでしょうか。すいません、じゃあちょっと、基準津波につきましても火山対策につきましても、ほぼ対策、具体的な対策の見通しは立ったと思っております。詳細につきましては、この先、実際に、申請をさせていただいた後にご説明したいと思っております。はい、はい、次ご質問いかがでしょうか。はい、では一番前の女性の方どうぞ。朝日新聞の藤崎です。先ほどの方の質問といくらかかぶる部分があるんですけれども、今回申請するにあたってですね、地元から反発を招きかねないような段取りになってしまっている部分があるかと思うんですが、長期的に見たらですね、再稼働に向けての事前了解という意味でもよりハードルを高めてしまう可能性も、当店から見たらそれがまた将来的にはリスクになりうることもあろうかと思うんですけれども、そういったところでのご判断というのはいかがだったんでしょうか。はい、そうぜひならないようにですね、私どもとしては説明をさせていただきたいと思っておりますし、いずれ、どういうタイミングでどういうことをするのかということに尽きると思いますけれども、繰り返しますが、まずはとにかく地元に十分説明をさせていただいて、それを受けて速やかに申請したいというのは変わっておりませんので、その辺も合わせてですね、よくご説明しないといけないなと今思っています。最後の1点なんですけれども、この再稼働に向けては地元説明で国も地元に対して地元との話し合いというのは入っていくという方針があると思うんですけれども、今後地元とのコミュニケーションという意味で国に対して求めること何かあればお願いします。まずは私ども申請を今規制委員会に対して申請をさせていただくということだと思っておりますので、再稼働うんぬんかんぬんというのは、今の段階ではですね、あまり申し上げるタイミングではないなというふうに思っています。もちろん国がまずはその安全と認められたものからというようなご発言をされているのは十分承知しておりますけど、私ども事業としたとしてはまずはとにかく適合していませんと話にならないというのは全く事実だと思っていますので、そこに全力を傾けたいというふうに思っています。はい、そうしましたら一番奥の前の方どうぞ。ロイターの浜田です。1点確認なんですが、先ほどフィルター付き弁当は、安全協定上のですね、事前了解の対象ではないというふうにおっしゃったんですが、ちょっと聞こえにくかったんで。いや、これはですから協議をして、いけばよろしいではないかと思いますので、協議の上で決まると。フィルター弁当は事前了解の対象だというふうには明記はされておりません。対象でないとももちろん明記されてないんですけれども、ですからそれを協議させていただいて、私どもは対象だということであればそういう対応をしていきたいと思います。分かりました。あとこれ別の質問なんですが、もし柏崎が再稼働できない場合はですね、これは電気料金の値上げは、再値上げはですね、不可避だと、その幅はともかくとして、時期はともかくとして、それも不可避だというご認識なんでしょうか。ご存知のように今の電気料金の昨年上げさせていただいた原価というのはあります。でそこでは発電所が今年の4月から動くという一個ずつ動くということになっていますので、結局は程度の問題だというふうに思います。経営として、1ヶ月ずれたらもう値上げしなきゃいけないのかということではないと思っていますので、できる限りのやりくりをして、先ほどから繰り返しと言ってますように値上げは避けたいというのが私の強い思いです。ただ一方で全くもう全然その織り込みと違う状態になってしまっているということであれば、もちろんそれが、それでもその黒字にするとか、それでも採算合わせるというのはもうこれはかなり不可能になってきますので、そうしたことで判断していかなければいけないと思っています。では確認ですが、
長期間にわたりですね再稼働できない場合は客観的に見てですね値上げは再値上げはですね避けられないというご認識なんでしょうか。ですからもちろん客観的に言えばですね非常に厳しくなるのは明らかだと思ってますが、まあ、そうした中で例えば円高がどうなるのかというのもあると思いますし、で販売電力量どうなるのかというのもあると思いますので、もちろんそうしたことを総合的に判断していきますが、まあ、もちろん別に逃げるわけじゃなくてですね全然原子力が動かないということであれば今の料金体系では無理だというのはご指摘のとおりです。はい、それでは、こちらの後ろから2番目の方、はい、どうぞ。読売新聞の船越と言います。1点確認で、まずフィルター弁当の話なんですけれども、先ほど設計が固まって準備ができたとおっしゃっていましたけれども、これいつまでに作るという具体的なスケジュールというのも固まったんでしょうか。お答えします。製造のスケジュールについては大枠の見通しはありますが、詳細の工程まで決まっているわけではありません。ほぼ年度内には作れるのではないかというぐらいのスケジュールは引いております。年度内というともう1年切ってる、当然切ってるわけですけども、規制委の委員の中にもですねフィルタード弁当を作るには、まあ、年単位でかかるというふうにおっしゃってる先生もいるんですけども、それがそこまでその大幅に短くできるというのは何かどういった理由があるんでしょうか。はい、フィルター弁当についてはですね今回申請適合性申請をですねさせていただくために設計が固まったと申しているのは、まあ、除染効率約1000分の1という見通しを持てたというところが一番大きいところで、このそれが決まらないと、まあ、申請のしようはなかったんですが、設計自体はタンクの容量それから使用環境、これについては、約1年以上1年半ぐらいの間をかけて今までも検討をして、進めてきております。決して昨日今日にですね設計にかかったわけではございませんので、その分の事前検討がございますので、今も申し上げたようなスケジュールで、完成できるのではないかという見通しを持っております。そうすると今おっしゃったように除染効率が1000分の1と言われていて、実際に作ってですね、まあ、性能試験のようなものをやられると思うんですけども、いつじゃその試験に入るとかそういったスケジュールもまだそこは具体的には固まってないんでしょうか。ですね、除染効率については実際の大きさでですね試験をするっていうのはかなり最終段階の話でありまして、まず見通しをつけるために行ったのはそのスケールモデルを持ってですね、大体の中の蒸気の通し方、まあ、それからフィルターの選定ですね、そういうものを含めて、基礎実験を続けてきていて、その見通しが立ったということ。基礎実験をもうすでにやられていて、それでその1000分の1実際除染できるとか確かめられたということなんですね。その通りです。分かりました。あと別件でもう一点、断層の話なんですけれども、柏崎のですね、67号機も原子炉建屋直下に断層が通っていると思うんですけれども、これについて新規制基準を踏まえたちょっと評価を改めて教えてください。直下にございますのは、VK、LK というものがですね、直下にあるんですが、ご存知の通り新規制基準では活断層の定義が明確になっております。で4月にも公表させていただきましたが、我々敷地内の地層の調査をさせていただいて、20万年からこちら現在に至る間に動いてはいないというような調査をいたしておりますので、その基準に照らすと活断層ではないと十分言えると考えております。20万年以降は動いてないですけれども、確か33万年前以降には動いている疑いはありますよね。それは断層調査でそのようになっております。
新規制基準の審査ガイドですと12万年から13万年前以降で証拠がなくてもさらに判断を明確にするために40万年前以降についてもきちんと調べなさいというふうに書いてあるんですけども、それでさらにその調べたときに12から13にずれがなくてかつ40から12、13にあった場合は調査が不適切である可能性が高いというふうに審査ガイドに書かれているんですけども、これについても御社で問題がないというふうに認識されているんでしょうか。そのような記載になっているのは承知しておりまして、まあ、それも踏まえまして、昨年来、地層の調査追加調査をさせていただきました、まあ、今後もこれで調査は終わりというわけではなくて、継続的に確からしさを高めていくというのは、まあ、先ほど社長からもありましたが我々の大きな反省事項ですので続けてまいります。ただ今のところ20万年より若いところにはですね、動いた形跡がないというのが我々の得ている事実関係でございます。はい、そうしましたらこちらの前から3番目の方どうぞ。東京新聞の桐山と申します。社長も先ほどおっしゃられたと思うんですが、地元の説明をした上で速やかに申請したいとおっしゃられましたけど、説明っていうのはいわゆるイコール了解ではないのかどうか、了解ということなのかどうかっていうのをちょっとまず単に説明するだけなのか、どれぐらい向こうが納得したら次のその段階の申請に行くのかっていうのをまずお聞かせください。まあ、これはお相手もあるんでですね、まだお話もしておりませんので何ともこう今この時点で申し上げられませんけれども、とにかくまあ、文字通り本当に説明をさせてよく説明させていただいてでご理解を賜りたいというふうに思っています。まあ、その上でできるだけ早く申請したいということでございます。今おっしゃられたように相手がいることなのでと言いますが、まあ、相手がすごい先ほどから出ているように反発したり、まあ、とても了解をしているような状況ではないという場合には、まあ、仮の話で申し訳ないですけども、その7月8日を超えて、まあ、さらに申請が遅れる可能性というのもあるんでしょうか。まあ、できるだけ我々としてはそういうことのないように説明を尽くしたいというふうな今の段階でお答えできる精一杯だと思っています。あとすみません、先ほどからフィルター付き弁当の話が出ておりますが、6、7号機 の準備が整ったという、改めてもう一度その詳しく他の号機とどう違うのかというのをちょっとご説明いただきたいんですけども、6、7号機 の申請の準備は、まあ、一つの要素はフィルター弁当なんですが、まあ、それ以外のこともございまして、申請の準備が整ったという意味は全体を指して、6号機7号機の準備が整ったと申し上げています。フィルターベントの性能それから基本設計については1号機から7号機まで、共通の設計を使うつもりですから、まあ、その点からはどの号機が先行しているというものではありません。ただ冒頭社長からお話がありました通りですね、耐震設計の強化でありますとか、今新規制基準では具体的に、新たな基準として内部一水火災防護そういったものが具体的に要求がございます。で6号機7号機はご承知の通り新しいプラントでそういったものに対して、手当てをする対策をする意味では割と比較的には迅速にできるところがございましたのでこちらのプラントを選んでおります。ありがとうございました。はい、そうしましたら奥の方どうぞ。毎日新聞の清水と言います。はい、地元に説明に行かれるということなんですけれども、新潟の知事は例えば事故 の検証が先であるとかですね、新規制基準を満たしても、まあ、それだけでその安全を担保確保したことにならないということもおっしゃっていると思います。その説明の中でですね、こういったことにも、まあ、答えていかないとなかなかその理解ということにならないと思うんですけれども、具体的にどういったことをですね説明していくのかということをお考えをお聞かせ願いたいです。はい、私どもそのメディアを通じて知事のご発言というのをお聞きしているわけですので、まあ、それを踏まえてということですけれども、
知事の発言の中には東京電力として対応できるものと、それから法律であるとか制度であるとかといったようなこともございますので、私どもとしてできることについてはですね、私どもなりのその考えなりをお示ししてご理解いただきたいというふうに考えておりますが、まずはそこまでよりもまずとにかく私ども今回申請させていただくということについてのまずご説明をさせていただきたいなと思っております。そういったですね、どうやってですね、その安全確保につなげていくか、確保していくかっていうことは今回だけじゃなくて、この後もですね、継続的にというかですね、やっていくという、そういうお考えなんでしょうか。はい、先ほども申し上げましたけれども、福島の事故の反省点として、これは絶えずっていうことなんで、1年に1回なのか半年に1回なのか3年に1回なのかとか、そういうことではないと思いますけれども、例えば新しい知見というのは出てくるわけです。でまたそのテロのようなことも新しい手法で攻撃されるというのが、どっかであるというようなこともあります。そうしたことで、そうしたことを踏まえてですね、絶えず見直していかなきゃいけないというのは我々の教訓だというふうに思っていますので、今回はまずはその新規制基準のへの適合ということですけれども、それはそれで一つ大変大事なことですけれども、それで全てがこの後ずっとも大丈夫なのかということは、もちろん規制委員会の方もそういうふうに考えていらっしゃらないと思いますし、私どもも事故を起こしてしまった事業者として、まさにそこは一番反省すべき点だというふうに思っています。他ご質問いかがでしょうか。はい、では奥の一番後ろの方どうぞ。新潟日報の前田と申します。先ほど今のご質問にもあったんですけれども、泉田知事の関係なんですが、知事は東京電力さんと信頼関係を築けていないというふうにおっしゃってるんですが、その辺信頼関係構築に向けてどのように取り組むつもりでいらっしゃいますか。とにかくまずお話し合いさせていただいて、で私どもの考えなりも、それからもちろん知事のお考えもお聞きして、で先ほど繰り返しになりますが、私どもとしてできることについてどういうことができるのか、どういう対策が取れるのかといったようなことをまずとにかく丁寧にご説明させていただくというのが一つだと思っています。その中で知事は例として発生原因者が東京電力さんである汚泥の引き取りがしてもらっていないというようなことを挙げているんですが、その辺は東京電力さんとして今後、前向きに考えるつもりなのか、それとも、とてもできないということなのか、それでどうお考えかお聞かせください。はい、これは知事も東京電力の方でも考えているようだというふうにもご発言されている通りですね、私どもとしてもいろいろできる限りで考えさせていただいてまして、それは引き続きこれからも検討していかなければいけない点だというふうに思っています。最後ですけれども、先ほどもあったんですけど、フィルターベントの事前了解なんですが、事前了解を取り付けなくても申請を出すかどうかという質問に地元と話をしたいというふうにお答えになっているんですが、地元の問題ではなくて規制委員長もそういった事前了解も得られていないような準備不足の申請というのが出てくるとは思えないというふうにおっしゃっているんですけれども、そういった意味も含めて事前了解を得ずにそれでも申請をすることがあるのかどうか、もう一度お聞かせください。はい、その点についてはですね、事前了解というのはその今前田さんのおっしゃっている事前了解というのは一体何のどこの何でどうしにすれば事前了解をいただけるのかということもちょっとまだよく分からってない段階で、そうしたこともしっかり話していかなければいけないと思いますので、ちょっとそのご質問についてはまずはとにかく一つ一つのことだと思うんですね。対象がフィルターベントの話ならフィルターベント、フィルターベントの 何なのかと、でそれは我々として対策が可能なことなのか否かというようなことも含めて、しっかりお話しさせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、はい、それではこちらの後ろの方、カメラの前の方どうぞ。
読売新聞の有光といいます。地元との調整の関係なんですけれども、調整がついてから表明するという手順が理想的ではあったと思うんですけれども、そういう経営判断が今回許されなかった事情としてどんなことが大きかったのかと。その来年3月にその黒字化しなければいけないという目標であるとか、昨年来ついている経営状況の厳しさみたいなことがどれぐらい関係しているのかというのを教えてもらえますか。もう一度の繰り返し、有光さんどこにいらっしゃるのか、ごめんなさい。あ、すいません。もう一度繰り返しますが、決してその地元のあれなしにこう独断でということでなくて、順番として、今日取締役会があったということをまずお知らせしなければいけない。もちろん適時会の開示の問題もあるかもしれない、その上でもちろんあくまでも申請は地元のまずご説明をさせていただいてからというふうに考えていますので、その点だけはちょっともう一度確認させていただきます。で、取締役会としてどういう判断かということですけれども、これは取締役それぞれ意見が多少違うかもしれませんけれども、私が思っているのはですね、柏崎については、これは6・7号機だけではないんですけれども、中越沖地震以降の耐震強化対策含めて、ずっとやってきて、でそれで、福島の事故があって以来、どちらかというと津波対策をして。で加えて新規制基準対応ということで、フィルター弁当等々のことも含めて対策をやってきて、そうトータルで、すでに皆様にご案内していると思いますが、3200億円をの対策をしてきております。経営としては、そうした対策が本当に適合しているのかどうかということはぜひとにかく見ていただきたいというか、確認していただきたいということは間違いなくあると思っていますので、そうした判断はあったんだろうなと思っています。今日の役員会についてなんですけれども、この申請するかどうかということについてですね、どれぐらいの時間議論したのかということと、役員の間から見送った方がいいのではないかという意見が出たかどうかということを教えてください。はい、もちろんこの問題についてはですね、にわかに議論になってきたわけでないんで、もうかねてより何度となく、どういうふうな、シミュレーションも含めてですけれども、どういうふうにしていくのかということについてはこれまでも議論がありましたので、ここ数日でどうのこうのというようなことではございません。その上でですね、役員、特に社外の取締役方からのご意見も中心にですけれども、皆さん何て言うんでしょうか、全員一致で、申請、したいということで決定させていただきました。ちょっと細かいんですけども、さっきフィルター弁当の件で姉川さんの方から年度内に設置できるっていうような話がありましたけれども、これは来年3月ごろということを指していらっしゃるんですか。つまりその早くても今年度いっぱいギリギリのタイミングでの再稼働になるということなんですか。製造の工程につきましても、現地の据え付けの工程につきましても、できるだけ前倒し迅速に行う工夫をこれからもやっていきますので、先ほど申し上げた年度内というのは遅くてもそこまでにはできるぐらいのあらあらのスケジュールを持っているということを申し上げました。よろしいですか。それではこちらの一番、前の方どうぞ。朝日新聞の堀口と申します。いくつかお尋ねしたいんですけども、事故の当事者であるですね、東京電力がその再稼働の申請するということについては、いろんなところで反発があるということは予想されると思うんですけども、福島、事故から2年でまだその福島なんかでは10万人以上ですね、避難していると。で、そういう人たちも含めて、そういうその地元だけじゃなくてですね、それ以外の人たちの理解は得られる、今の説明で理解得られるというふうにお考えでしょうか。まさに私どもは愛岳の事故を起こした当事者でありますし、福島では今なお
たくさんの方々はまだ大変な生活を強いられていて、ふるさとに帰れないという状況の中で、皆さんがそういうお気持ちになるというのは非常によく理解できると思います。一方で、私ども電力会社として電気を供給するとしていくという責務も一方で負っておりまして、できればそれを安定供給をできる限りお安いお値段で供給するというのは私どもの使命だと思っています。そうした中で事故があって、事故を起こした当事者としてじゃあ何ができるのだということだと思いますが、一つにはこれは我々の論理とおっしゃられちゃうとご理解いただけないのかもしれませんけれども、まずはとにかく我々が学んだこと、それについてそれを徹底的に取り入れて、でちょっとその言葉が滑りますけど、世界最高水準の安全レベルを目指すのだということで、ずっと今みんな一丸となって仕事を続けてきておりますので、そうした中で我々が今取り組んできたことが本当に今度施行される規制基準に合っているのかどうかということについてはぜひ知りたいというふうに思っています。安定供給という意味では、その現状はですね、原発動いてないわけですけれども、夏場の電力も比較的余裕があるという見通しはあるわけですけれども、それでも収支の関係上やっぱり申請せざるを得ないということなんでしょうか。これは本当に我々の広報不足というか、コミュニケーション不足だと思いますが、夏場の一点にピークが来てそこだけ乗り切ればなんとかなるんだということについては、これは事実ではないと思っています。確かにエアコンを入れた部屋で高校野球を見るというのは非常にこう分かりやすくてですね、確かにその頃にこの一点のピークは立つのは事実ですけれども、ご存知のように冬場も本当に今二こぶラグダになっていますし、それからあくまでもその電力安定供給というのは供給力に対して需要がその時のお使いになる量がどのぐらいかということですので、確かに使われる方のトップは真夏の午後に来るのは事実ですが、一方で発電所の能力というのは定期検査も入れていかなければいけませんし、今のように全体的に厳しい中で夏や冬がピークが来ますので、春秋に定期検査をたくさん入れますので、ご存知と思いますが昨年も11月の26日に 3% ぐらいになって大当てした日がありましたが、同じ昨年の夏に 90% を超えたのはですね、たった2日しかなかったんですよね。もちろんそれは想定が悪くてそれがうまく合わなかったということなのかもしれませんけど、少なくともその一点ピークに対してそこだけ乗り切ればあとはなんとかなるんだと、この夏も超えたから大丈夫じゃないかというのはちょっとあまりに、ちょっと短絡かなと、もうちょっと我々としてもしっかり、需要と供給のバランスについて広く広報していかなければいけないなというふうに非常に強く反省しているところでございます。あと1点だけすみませんお願いします。安全対策を最大限実施してきておりという話ですけれども、現状福島のその事故収束にですね、会社のマンパワーというのは相当割かれている状況だと思います。で柏崎でですね、稼働した場合にですね、事故が起きる、リスクはゼロとは言えないと思うんですよね。でその事故が仮に起きた場合に、その福島の事故収束を行いながら、その柏崎で何かトラブルがあった時の対応が、マンパワー、人員の確保とかですね、資金面とかそういうのも含めて可能であると、そういうふうな判断の上でここの、その、申請を行うという決定に至ったということなんでしょうか。そこら辺どういうなんかシミュレーションとかしてらっしゃるんでしょうか。まずはそのとにかく今回申請させていただくというのは繰り返しになりますけれども、私どもが取り組んできた安全対策あるいはその新しい基準に適用すべく取り組んできたことが新安全基準に適用するかどうかということでございますので、まずはそこだと思っていますので、もちろんその事故がないようにするための徹底的な取り組みですし、
福島の事故を踏まえてそこのお手元で後でお目通しいただければと思いますが、柏崎でかなりのことをやってきておりますので、まずはそうしたことが起こらないようにということだと思っています。もちろんそのどういう事故があってどういうところでということについてもですね、今後もちろんシミュレーションしていかなければいけないと思いますし、まずは今の段階では適合性の基準、適合しているかどうかの基準を合っているかどうかということの申請をさせていただくという段階ですので、まだそこまで全部その精緻にシミュレーションが出てきているということではないですけれども、もちろん今後実際に運転が始まってというようなことになれば、その時点での福島の状況も踏まえてですね、いろいろそうしたシミュレーションもやっていかなければいけないと思います。はい、はい、そうしましたら、カメラの後ろの一番奥の後ろでお手が上がっている方どうぞ。産経新聞の田辺です。2問お願いします。1点目なんですが、まず昨年の料金の値上げの申請の際に早期の再稼働を目指すプラントとして1号機の名前も挙がっていたと思うんですが、今回の申請に1号機が入らなかったのはどうしてなんでしょうか。はい、1号機も続いてお願いしたいと思っています。田辺さんどこにいらっしゃるんですか、すみません、分かりませんが、はい、すみません。1号機についてもですね、準備は着々と進めておりますので、準備整い次第申請させていただくということになると思いますが、今回7号機、6号機と7号機にしたというのは先ほど繰り返しになりますが、同じ形のプラントであるということで、我々も準備もしやすかったというのもありますので、同じように、耐震対策等々をしておりますので、その2つを選ばせていただいたということでございます。関連ですが、それはつまり規制委が審査をする際もこうその双子のプラントとして一緒にこう審査してもらえるんじゃないかという考えもあったということなんでしょうか。規制庁のやり方について私どもがどうこういう立場にないんでですね、私どもとしてまずはとにかく先ほど繰り返しの理由からですね、6、7を選んだということとご理解いただければと思います。最後に1点お願いします。新潟県との話なんですが、泉田知事との関係がここまで少々外側から見てみてこじれてしまっているようにも見えるんですが、この事故後2年間を振り返ってこのようにちょっとややこじれてしまっている状況と何かしらやはり当店 の、 その新潟県に対する接し方として問題があったとお考えになられますか。はい、知事はかねてより福島の事故の検証がなければというのはずっとおっしゃっていらっしゃいますので、そういう意味で私どもとしましても先ほどちょっとご紹介した総括であるとかそれを踏まえた安全改革プランであるとか、社外の方等々入っていただいてやってきたつもりですけれども、もしまだまだ不十分ということであればその辺についてもよくお話しさせていただきたいと思いますし、また我々としてしなければいけないことということがあれば、それについてももちろん対応していかなければいけないと思っています。はい、そうしましたらカメラの後ろでもう一人お手が上がっている方、はい、どうぞ。NHK の吉田です。ちょっと2点お願いしたいと思います。まず1点はちょっと極めて単純なことかもしれないんですけれども、適合性の審査を出すにあたって、内視は今日出す方針ということを、なぜ取締役会で決めたのかと。例えばそのストレステストの時に、申請する時に、必ずしも各電力、取締役会というふうな、なんていうか会社としての再考の意思決定をしているということはないとも思いますので、それだけそういう意味は重いということなのかもしれませんが、その意味は一つ教えていただきたいのがまず1点です。はい、全く吉田さんのおっしゃる通りですね。先ほどからご質問ありましたように、私どもとしましても今回の申請は経営上でも非常に大きな一つの決定だというふうに思っていますので、当然執行役の中でも議論をし、さらに最高意思決定機関である取締役会にも当然お諮りすべきというふうに考えたということでございます。あともう一点、ちょっと全く別の話なんですけれども、その先ほどから泉田知事との関係が出ていますが、知事はよくその説明を受けていないという言い方をよくされて、了解に至らないというふうな言い方をされています。一方でもちろんその新潟事務所があって、
まあ、柏崎の方にも人がたくさんいて、県への説明ということはこれまでおそらくその数限りなくやってきたのではないかと推察するんですが、それでもなおここまでその知事に届いていない中で、まあ、社長が今日意思表明して一体届くのかというところが改めて疑問になるんですが、そこについて打開策等々、まあ、これまでの反省を踏まえてございますでしょうか。まあ、届いていないということであれば本当に反省しなくちゃいけないと思いますので、まあ、とにかく現在では私が県庁に赴いて話をさせていただきたいというふうに思っております。まあ、それで一回でいいのかということはもちろんあると思いますけれども、とにかく引き続き、できればそうしたコミュニケーションをよくしてですね、説明不足とおっしゃられることのないように私どもとしてとにかく最善の努力をしていかなければいけないというふうに思っています。まだご質問のある方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。もうそろそろちょっと1時間になりますので、じゃあ今お手が上がっている方、お三方で最後にさせていただきたいと思います。ではまず、はい、内側の方、それから、一番その後ろの方で最後に、はい、詐欺森さんどうぞ。フリーランスの村上と申します。先ほどの、取締役会のことについてちょっと確認をしたいのですが、まあ、従前から、この、適合申請のことは話をしてたということですが、認識としては、今日の取締役会では全会一致という認識でよろしいんでしょうか。はい、その通りです。あとですね、先ほど各自治体への今アポをお願いしているということですが、これは新潟県、あと柏崎市、刈羽村、この3社に対してということを意味するのかと思いますが、アポを申し込んでいる向こうの反応はどうなのか教えていただければと思います。ちょっと私は存じ上げません、すいません。私今やっているとは聞いておりますけれども、ちょっとそこの内容対応までしています。例えば門前払いになっているとかっていうことはない。いや、そんなことはないというふうに聞いております。あとですね、この、まあ、当然立地自治体としてこの3社ということは当然かと思うんですが、今年1月に御社の場合はいわゆる新潟県の各自治全ての自治体と要は、通報連絡協定から全部安全確保に関する協定に切り替えたはずなんですけども、要は他の自治体への説明というのは今後 どのように行っていく予定なんでしょうか。そのスケジューリング感も含めて教えていただきたいです。はい、まずは今回は規制委員会の新安全基準に対する適合性の申請ということですので、これは今申し上げた3つのところの先ほどから繰り返しますが、ご説明させていただいて、でその上で申請したいというふうに考えております。もちろんそのこの先の話でですね、今までも必要に応じて説明させていただく機会を設けさせていただいておりますし、そうしたことは今後ももちろん続けていくつもりですけど、今のところその他の28市町村ですか、その中のというのは今まだスケジュールに上がっておりません。ちなみにその今後それがスケジュールに上がったときは社長自らご説明に伺うつもりなんでしょうか、他の自治体にも。ちょっとまだそれをもう決めておりません。あと先ほどの要は黒字化のことに関連してなんですけども、まあ、今年の、前年度の本決算のときに確か社長がおっしゃってたかと思いますが、要はその再値上げというのは景気の腰を折りかねないリスクもあるというふうにおっしゃってたかと思いますけども、そういう意味では、まあ、確かに経営目標と金融機関の支援ということを考えた時に今年度のいわゆる黒字というのは、まあ、経営目標として達成しなければならないものだとは思うんですが、御社が置かれた特殊的な事情と、まあ、その経済の腰を折りかねないという、あと、まあ、いわゆる東電管内の利用者に対して短期間に2回の値上げをお願いしなければならないという状況を考えたときに、要は再値上げ以外の、策は全て尽くした上でなお黒字化達成できないので、要はその上で、要は金融機関や国に再度支援をお願いするという選択肢は考えてないんですか。ちょっと難しいご質問だったんでよく分からなくなってきてるんですが、結局それによって黒字化を達成しようということになるんですか。ちょっと意味が分からなかったんです。基本的に再値上げという選択肢を使わない限りその黒字化が達成できないというのであれば、要はそれを絶対実行するのか、それともそれの、選択肢は使わないということも考えているのかということですね。要は
まあ、ちょっとなかなかそう2つに1つで経営できないんですけれども、まあ、その折々に見てですね、とにかくどこまでの日々変わるんですよね。為替も変わりますし、販売電力量も変わっていきますし、ですので、まあ、本当にとにかく臨機応変にですね、目標として、なんとか黒字にしたいと。できる限り、値上げはその手段としては使いたくないという方針で今やっているということでございます。ご理解いただきたいと思います。わかりました。ありがとうございます。はい、新潟日報の前田です。たびたびすいません、はい、2問だけお伺いしたいんですが、まず先ほどからまず規制基準に合っているかを確認したいというふうなことを繰り返しているんですけども、もちろんその後に再稼働がをしたいということをですね、規制基準に合っていることを確かめるだけじゃなくて再稼働したいということが前提としてあるということですよね、という確認ですが。もちろんその何のためにじゃあするのだといったら、それは当然のことながら、安定供給のため、先ほど言ったような電気事業者としての責務を果たしていくために、原子力を安全を確かめてですね、原子力発電所を動かしたいというのはあります。ですが、今の段階で再稼働について云々するという段階にはないということと考えています。まずはとにかく繰り返しますが、私どもがやってきたことが合っているのかどうか、適合しているのかどうかということをまずはチェックしていただきたいと思っています。もう一つだけですけども、今おっしゃった安定供給が使命ということですけれども、安定供給が使命ということと同時に、まあ地元の理解というのは大事だと思うんですけれども、この安定供給と果たすことと、それから地元とかもしくは被災者とかの理解をきちんと得てやることと、どちらが大事だというふうにお考えですか。それをですから両方達成するのが我々の仕事なわけで、片っぽでよければもう少し簡単なんですけれども、それをしっかり両方達成していくということなんだと思ってます。ありがとうございます。たびたびすみません、日経新聞の佐木森です。泉田知事はこの新規制基準そのものに不備があるというふうにおっしゃってまして、いくら御社がその新規制基準に、合致しているといってもですね、それは泉田知事の目線から見たらあまり意味がないと。でもう一つは、福島の検証をなくしては再稼働の議論はしないというふうにおっしゃってて、いくら広瀬さんが尋ねてもですね、議論しないと言っている以上ですね、これ同じ土俵で話ができないということになると思います。一体その先方に対して何を糸口にその説得をされてですね、どういう形でその合意をですね引き出そうとされているのか、そもそもなんかお互いこれまで噛み合ってないような話が飛び交っててですね、いくら丁寧に説明すると言っても向こうが聞く耳を持たないといえばそれまでで、一体その広瀬さんは一体何を糸口に説得をされるおつもりですか。確かに今佐木森さんのご指摘のような議論が噛み合わないというところがもしあるんだとすればですけれども、あるんだとすれば、それは知事は再稼働のお話を優れてされていらっしゃるんだというふうに思います。ですから、まあ我々としては今回ぜひその我々が対策を取ってきたことに対して、まずはとにかく申請させていただきたいというお願いをしていきたいと思います。こだわりようですけれども、先ほど来その説得とその了解を得るというのがですね、その説明だとかですねいう言葉遣いなんですが、この説明をしてその了解を得ない限り、申請をしないというところを、この会見の間で一度も断言されていないわけで、つまりそういうことがないように説得をすると説明するということをおっしゃっているだけでですね、じゃあ説得できなかったらどうするんだと、先ほど言ったように時間との兼ね合いですね、申請が遅れば遅れるほど審査後回しになるわけで、どこかでその見切りをつけなきゃいけないというその一線があるかと思うんですけども、申し置きしますけども、了解ずっと得られない場合ですね、一体どうするんですか。まあ、我々これから地元に入ってご説明をしようということですので、最初からそうじゃなかった場合にはこうしますというようなことをあらかじめ手の内に持っていくということは私のスタイルではないと思っています。ご質問以上でよろしいでしょうか。ちょっとすみません、じゃあ後ろで
お一人手が挙がってますので、じゃあ最後ということで、すいません、よろしくお願いいたします。あ、すいません、NHK の鈴木と言います。よろしくお願いします。少しなんか議論が混在している中で、御社としての今後その申請をされていく中で の決意というのを改めて伺いたいんですけれども、その、まあ、福島以前の問題点として、まあ、御社の原子力改革プランで出されたある種の稼働率優先ということがあって、まあ、ではなくて安全最優先というふうに会社が変わっていきたいというのが3月29日の決意だったと思うんですけれども、そのあたりを改めて、今ちょっとその電気料金値上げの話とか再稼働の話とかで、少し本当に安全最優先で今回 の審査に臨むのかどうなのかというところが少し見えにくくなったので、そのあたりをまず伺いたいんですが。すいません、その誤解があったんだったら申し訳ないですが、もちろん安全最優先というのはもともとの我々のスタートですので、そうした考え方に立って柏崎刈羽にいろいろな対策を施してきたということで、現時点では繰り返しになりますけど、我々としてはできる限りの その安全策を盛り込んだつもりです。それで、まあ、泉田知事がおっしゃっていることは、その、まあ、検証というよりはもう一歩踏み込んで、その事故 その検証と責任の追及というところまで踏み込んでご発言されていて、まあ、責任の追及というのはすなわちもちろん事前の備えの責任の部分もございますし、その津波以降 その事故対策の責任というところも明確に求めていらっしゃると。そこは非常に御社にとっては、まあ、厳しい要求、もちろん御社だけではなくて保安院等のへ の要求もあるんですけれども、その責任の追及ということを知事が求めていらっしゃると、それについてはどうお答えになっていきますか。まあ、直接的にその今もう鈴木さん何点かおっしゃったと思います。その前の対策という意味での責任の追及、その他にもというふうにおっしゃったんですけど、まあ、それぞれの責任の当然責任の所在も違うでしょうし、当然その責任を その果たすべき責任の取り方についてもそれぞれ違うと思いますので、まあ、それはそれぞれ私どもとしてやってきたことというふうに私ども自身で考えていることもありますので、まあ、それについてはこういう責任の取り方をしてまいりましたということを丁寧に説明したいと思って、ちょっと一つ一つがちょっと私もつまびらかに何についてというの、まあ、責任の追及ですので、まあ、やっぱりしっかり事実関係を踏まえてどこに問題があったというところからスタートしなきゃいけないと思っています。そうですね、やっぱり初日のやっぱり1号機の対応のあたりが非常にご関心があられるところかなと、冷却と電源 その優先順位というあたりが非常にご関心があられるところかなというふうに認識しておりますので、多分安全対策ということよりはその当時 の事故 の検証自身にまだご不満があるのではなかろうかというふうに、理解しております。はい、まあ、その点についてつきましてはもちろんその我々として現時点で振り返って、どういうことができた、ああしとけばよかった、こうしとけばよかったというのは、まあ、もちろんいろいろレポートにも書かせていただいてますし、一方でその場でどういうことができたのかということについてのしっかりとした判断もしていかなければいけないし、その上ででないとなかなか責任の取り方というのも難しいと思いますので、まあ、その辺についても できるんであれば、ちっちっとお話を必要に応じてさせていただきたいというふうに思いますけれども。すいません、じゃあ最後に、基本的に知事がおっしゃっていることは、県民の、まあ、生命と財産を守るために、まあ、ご発言なさっているということで、まあ、非常にご関心があられるのが、まあ、原子力安全でいうと第5層、つまり御社のある種の範疇外のところに非常にご関心があると。で、まあ、そこが国の、ある種の、まあ、防災計画のことも含めて不備があるとすれば、御社として、まあ、より積極的に第5層の安全対策向上に関わっていくつもりがあるのかどうか、そのあたりはいかがでしょうか。はい、確かに私ども側聞している中でですね、いわゆる防災系のお話を知事がされているというのは承知しているつもりです。もちろんその中で私どもが果たすべき役割というのは当然ありますし、
そうした中で我々としてはできる限りのことをしていきたいと思います。第5層 の、 その深層防護の第5層という概念も我々も当然取り入れていかなければいけないというふうに考えているところですので、ぜひ一緒にやらせていただければというふうに思っています。ありがとうございました。はい、それではこれをもちまして会見の方を終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。どうもよろしくお願いします。ありがとうございました。